お客様、申し訳ありません。こちらはスタッフ専用の部屋になっておりまして。なあ、それは失礼。広すぎて迷ったみたいだ。マフィアが詰めている待機場所ってところか。おい、ちゃんとリスト通りに揃っているんだろうな。ああ、前半の出品物はそろそろ会場に運び出すぞ。ち、あいつら。ひょっとして出品物はそちらの方に。ええ、万が一のことがないよう我々で保管をしております。オークションで出品されるのを楽しみにしていただけると。なあ、もちろん期待しているよ。それじゃ戻ろうか。ええ、分かったわ。見つけた。いや、ごめん、なんでもない。早くここを離れよう。なあエリ、こういう設備を屋内に作るのにどのくらいのミラが必要だと思う？私だってさすがに見当もつかないわよ。こんな設備お城にだって想像はないと思うし。はあ、ハルトマン議長か。昔からの名門とはいえそこまでの資産家なのか。うわっ、あなたは。よー、お二人さん、ドレスアップしたようだがなかなか似合ってるじゃないか。おお、パーティーに清掃してくるだけの分別はあるみたいだな。いや、その格好で言われても。さすがにラフすぎる格好だと思いますけど。ハルトマンのおっさんも自分の家のようにくつろげとか言ってたからな。あんたらもぼちぼち楽しんでるようで何よりだ。ま、俺に比べたらまだまだだけどな。え？どれどれ？お、あのあたりにするか。ちょ、いきなり何をやってるんですか？信じられない。というかこんな場所で魚が釣れるはずが。お？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 来た来た！釣れちゃった。よし、今日はなかなかいいものが釣れたな。これはクロエの土産に持って行ってやろう。観賞用の金魚の一種みたいだけど。っていうか、さすがにまずいんじゃ。ははは、それではさらばだ。ま、あんたらの方もいいもん釣れるといいな。ね、まあ、その見なかったことにしましょう。
お客様、申し訳ありません。こちらは当館の主人の居室になっておりまして。ということはハルト。はい、その通りでございます。そろそろ1階左手にあるサロンに向かうかと思います。主人にご用が終わりでしたらそちらでお待ちいただけると。そうか、わかったよ。お邪魔しました。立食形式のパーティーか。かなりの招待客が集まってるみたいだけど。料理やお酒もさすがに高価そうね。一流のシェフを雇っているのでしょうね。こんな状況じゃなければ喜んでごちそうになるんだけど、なんだか緊張して食欲がないな。無理もないわ。あら、なキリカさん。本当に奇遇ね。こんな場所であなたたちと会うなんてさすがに想定外だったわ。これはそのいろいろと訳が。
まあいいわ。それでこの会場ではどんな名で呼べばいいのかしら。どうしてそこまで。あなたたちの立場を考えれば何をしているのか想像はつくわ。そして招待カードを渡すときには代表者が名乗る必要がある。で、何と呼べばいいのかしら。ガイでお願いします。わかったわ、ガイ君。私はそのままキリカと呼んでちょうだい。わかりました。それでどうしてキリカさんはこの場所に。やはり出品物が目当てですか。職業柄神塚の知り合いが多くてね。そういった人たちからどういう出物があるか確かめてほしいと頼まれたのよ。まあ市場調査といったところね。なるほど。しかしハルトマン議長という人はなかなか抜け目ない人物のようね。このオークション、仕組みとしてよくできているわ。よくできている？どういうことですか？決して摘発されることのない上流階級御用達の裏のオークション。それは各国の有力者にとって実に都合のいい場であるということよ。単なる盗品以外にも賄賂の品や資金調達のための横流し品、それらを自国で処分しようとすれば法律による摘発は免れない。でもこのクロスベルでは見なかったことにされてしまう。だからこそ帝国も共和国もこのオークションを黙認しているのね。おそらく今回の出品物の中にもいくつかあるのではないかしら。両国の政府筋から引き取られたいわくつきの品々が。要するに国際的にも黙認されたブラックマーケットってことですか。改めて聞くととんでもない話ですね。もちろんそんな仕組みもクロスベルならではと言えるわ。あなたたちにとっては歯がゆい現実でしょうけど、まあ逆らうのは難しいでしょうね。ロイド。ただよくできてはいても不自然な仕組みであるのも確かよ。え？万物は気の流れと調和によって成り立つ。歪んだものは歪んだままでは決して長続きはしないわ。何かきっかけがあればいつ崩れ去ってもおかしくない。その意味ではあなたたちの頑張りも無駄にはならないかもしれない。キリカさん。そう言っていただけるととても心強いです。おしゃべりが過ぎてしまったみたいね。せっかくの機会だからいろいろなものを見てくるといいわ。それがきっとあなたたちの糧になるはずだから。はい。
あれは。ご来場の皆様、当オークションの主催者が参りましたので、皆様にご挨拶させていただきます。あれが。ええ、ルバーチェの会長とハルトマン議長ね。皆様ご機嫌や。当アークションを主催してあるルバーチェ商会のマルコーニです。早いものでこのオークションも今年で8回目を迎えました。年々来場される方々も増え、それに比例して出品物もますます充実したものになっております。これもひとえに皆様のご理解とご愛顧の賜物であると言えましょう。そしてもう一方、毎年私どもの催しにこの素晴らしい邸宅を会場として提供してくださっている方がおります。ご紹介しましょう。クロスベル自治州代表にして自治州議会をまとめる大政治家、ホルトマン議長閣下です。たった今紹介に預かった自治州議長を務めるハルトマンです。今宵この素晴らしい催しの場を提供させていただくのは誠に光栄の極み。単なるオークションというだけでなく、各界の名士の方々が集い交換する出会いの場であるとも言えましょう。まだまだ宵の口、オークションが終了した後にはささやかな夜会も用意しております。皆様におかれましてはどうか当館をご自分の家と思い、心よりくつろいでいただきたい。あれがマルコーニ会長にハルトマン議長か。議長の方はさすがに大物政治家って感じだな。自らの権威が揺るぎないものであるのを確信しているからでしょうね。ルバーチェの会長の方は初めて見たけれど、思っていた以上に狡猾でやり手といった感じね。ああ、どちらも一筋縄じゃいかなそうだ。できれば話してみたいけど、さすがに自重した方が良さそうだな。ええ、私は一応議長と少し面識もあるし、直接コンタクトするのは避けてもらえると助かるわ。わかった、さりげなくサロンから出よう。
どうやらここがオークション会場みたいだけど、なんかもうため息しか出てこないな。なんだか奥の方に水が流れているけど、正直ありえないくらい善を尽くしている感じだわ。とにかく他の場所も回ってみよう。どんな招待客がいるのか一通り確かめておきたいしな。てっきり何か仕掛けてくると思ったんだが。今のところは異常なしですね。さすがのヘイウェもハルトマン議長の顔を潰すような真似はしないんじゃないですか。バカ野郎、連中を甘く見るな。インはもちろん、あのザオも有能すぎて組織の長老どもから疎まれてるって噂の切れ者だ。気を抜いてると喉笛に食いつかれるぞ。はい。しかし今回のオークションは妙な感じがしやがるな。ヘイウェ以外にもどこぞの連中がちょろちょろと紛れ込んでいるよ。そんな気配がしやがる。それも戦場で培った良兵としての勘ですかい？まあな。俺も焼きが回っちまったか。このまま何も起こらずに終わるに越したことはねえんだが、どうにも血がうずきやがる。久々に狩りがしたい気分だぜ。あ、マフィアの若頭。おっと、こいつは失礼。当会場の警備を担当しているガルシア・ロッシと言います。防犯のため見回ってる最中でして、お見苦しいでしょうがご容赦を。いや、見回りご苦労様だね。なんとかしのがないと。お客さん、どこかで見かけたことがあるよう。うん、気のせいじゃないかな。あなたみたいな大柄な人、一度見たら忘れないだろうしね。そうかもしれませんが、念のため名前を伺ってもいいですかね。なあ、構わないよ。はじめまして、ガイ・バニングスという。ガイ、はて、その名前もどこかで聞いたような。まずったか。どうしたら。遅れてしまいましたわね。
え？ベル。こんばんは、ガイさん。こんな場所で会えるなんて本当に奇遇ですわね。ええ。本当に予想外だわ。お嬢さんはどちら様で？私の名はマリアベル・クロイス。お見知りおき願いますわ。 IBC の。これはこれは、上から話は聞いておりましたよ。今年はついに招待に応じてくださったわけですが。何度も断るのもさすがに失礼かと思いまして。こちらの方々は私の友人ですけど、何か問題でもありまして？いやいや、とんでもない。改めまして、ようこそシュバルツオークションに。まずはハルトマン議長にご案内いたしましょうかね。議長閣下には後ほど改めて挨拶しますね。それよりできればお部屋をご用意してくださる？先ほどまで商談をしていたので少し休憩したいのですけど。かしこまりました。おい、マリアベルお嬢様が部屋をご所望だ。くれぐれも粗相のないようにな。はい、それでは案内させていただきます。なるほど、そういう事情でしたの。なかなか大胆なことをしてますわね。ええ、まあ実際には見ているだけですから、ただの自己満足かもしれませんけど。でも気に入りましたわ。エリーの同僚ならそれくらいの思い切りがないとふさわしくありませんものね。もう何を言ってるのよ。それにしてもベル、どうしてこんなところに？さっきの話を聞く限り来るのは初めてみたいだけど。ハルトマン議長からは毎年熱心に誘われていますの。ただまあ、怪しい方々との付き合いがある人でしょ。お父様はいろいろと理由をつけて断っているんですけど、私の方はなかなかそうもいかなくて。なるほど、確かにそうかもしれないわね。何か事情があるんですか？前にも言ったけど、彼女は IBC の事業のいくつかをおじさまから任されているのよ。このミシュラムの開発計画も担当しているそうだから。え？と言ってもホテルとテーマパークの運営に関わっているだけですけど。ただその関係でどうしても昔から住んでいる議長のお誘いはなかなか無限にできなくって、今年はこうして出席することにしたわけですわ。なるほど。あら、エリー、何か言いたいことがありそうな顔ですわね。まあね、ベルって自分が気に入らないことは絶対にやらないタイプでしょ。なのに事情があるからといってわざわざ足を運んだりして、何か他に狙いがあるのではないの？さすがはエリー。実は今回の出品物に面白い品があるそうなんですの。それに興味があったので出席することにしたのです。それってどういう品なの？ローゼンベルク工房製の初期のアンティークドール。神塚の間で破格の値段がついた幻の作品という触れ込みですわ。アンティークドール。
あの人形工房のですか？やっぱりそれもいわくつきの作品なのかしら。盗品か、どこぞの資産家が後ろ暗い理由で手放したものか、詳細は分かりませんけど、噂では素晴らしい一品らしくて、コレクターの一人としてこれは見逃せないでしょ。なるほど、あなた昔からあそこの人形のファンだもんね。ちなみにそういう人形いくらくらいの値がつくんですか？そうですわね、初期の作品は最近のものより一回り以上大きかったらしくて、ほとんど出回っていませんの。マイスターもそのサイズはもう作るつもりがないそうで、必然的にプレミアがついて、以前帝都で開かれたオークションでは500万ミラで落札された作品もあったそうですわ。に、人形一体にそんな値が？まあ、熱心なファンがいる芸術品みたいなものだから。しかしその様子だと手に入れる気満々みたいね。由来がどうあれ、人形には罪はありませんから。もちろん盗品であった場合は叱るべき対応をいたしますわ。その上で前の所有者と交渉して正式に手に入れるつもりですけど。参りました。叶わないわね。あら、失礼します。マリアベル様、オークションの開催時刻がそろそろ近づいてまいりましたが。そう、ありがとう。すぐに参りますから、後ろの方に3人分の席を用意してもらえるかしら。かしこまりました。それでは手配しておきます。ベル。心配いりませんわ。私が議長と挨拶するのはオークションが終わった後ですし。構わないかしら、ロイド。ああ、せっかくだから一緒に出席させてもらおう。マリアベルさん、よろしくお願いします。ええ、こちらこそ。かなりの盛況ぶりだな。ええ、相当なミラが動きそうね。
マリアベル様、お待ちしておりました。こちらの席でよろしいですか？ええ、ありがとう。さあ、座ってしまいましょう。ええ、さすがにちょっと緊張してきたわね。ああ、ここにいたのか。あら、ワジ君。一人みたいだけど。さっきの喧嘩は結局どうなったんだ？なんだかんだで元の鞘に収まったみたいだね。それで僕も晴れてお役御免になったところさ。そうか、よかった。お疲れ様。面白い方とお知り合いみたいですわね。ああ、こちらの彼は。僕の名前はワジ。ワジヘミスフィアだよ。IBC 総裁のご令嬢、マリアベル・クロイスさんだね。お会いできて光栄だよ。あら、奇跡を制されてしまったわね。ワジさんと言ったかしら。よかったら、近くに席を用意してもらいましょうか。いや、それには及ばない。実は少々、そちらの彼らに伝えたいことがあってね。窓から裏庭を見下ろしたら、犬が何匹も眠っていた。何か心当たりはあるかい？本当か？犬というと、例の軍用犬のことみたいね。でも、眠っていたって。マリアベルさん、申し訳ないですけど、少しばかり席を外します。いろいろと面白いことになっているみたいですわね。私のことはお気になさらずに。せいぜいあなた方の代わりにオークションでの出品物を見届けておきますわ。感謝します。ありがとう、ベル。庭に放たれていた番犬が何匹も眠っていた。何を意味してるのかな。ああ、考えられるとすれば。何らかの侵入者が現れた。その可能性が高いかもしれない。なるほど、確かに。いずれにしても何かが起ころうとしている。それだけは確かみたいだね。なあ、念のため屋敷の中を一通り回ってみよう。異変に気づけるかもしれない。ええ。僕も付き合わせてもらうよ。
ダメだ。気絶している。へえ。どうやら一撃で混沌させられたみたいだね。こんなことができるのは。とにかく、中に入ろう。てめえ。いつの間に現れやがった。我が名はミーナ。月の光さすところにどこへでも現れよう。ふざけろ。くたばりやがれ。ぬるい。我が名は無限で最悪の無縁たむけ。眠れ白金の光に抱かれ。バック やっぱり妙な気配がするかと思えばお前たちも入り込んでいたか。あんた、へえ、随分とヤバそうな人だね。察するに巷で噂されてるインドのなのかな。いかにもテスタメントリーダーワジヘミスフィア。妙な気配の一つはお前のものだったようだな。それ以外にもいるようだな。まさに福まであったか。面白いことを言うね。それで僕たちも彼らのように実力で排除するつもりかい？おい。お前たちを始末するのは簡単だが、この場を任せても面白いことになりそうだ。そちらの奥の部屋にはオークション後半の出品物がある。ヘイウェイに流れた情報によると面白い爆弾があるらしいぞ。その目で確かめてみるといい。さらばだ。おい、なんて身のこなし。やれやれ、噂にたがわぬ化け物みたいだね。やり合う羽目にならなくてラッキーだったけど。どうするんだい、ロイド。時間がない。奥の部屋を調べてみよう。あいつが言っていた爆弾、本当にあるなら確かめてみたい。そう言うと思ったよ。仕方ないわね。できるだけ急いで調べるだけ調べてみましょう。ああ。どうやらオークションの後半に出品されるものみたいね。まだ結構あるみたいだけど。後半に出るってことはとっておきの品ばかりだろうね。時間もないことだし手分けして調べてみようか。ああ、どうやら本当に何かありそうだ。
このトランクは随分大きいけど何が入っているんだ。鍵がかかっているけどこのくらいだったらなんとか。捜査官研修で習ったピッキング対策用の技術、まさかこんなところで使うなんてな。やった。もしかしてこれがローゼンベルク工房の、まるで本当に生きているみたいだけど、でもこれは、どうしてこんなところに？どうしたの？目をまん丸にしてお兄ちゃん面白い。いや面白いって、もしかして偶然中に紛れ込んだのか。お父さんとお母さんはどこにいるかわかるかい？お母さん？キーヤ、そんなの知らないよ。キーヤ、君の名前はキーヤって言うのか。でも一体誰の？ねえロイド、その子の格好どう考えても招待客の子には見えないんだけど。ああもう、もちろん分かってるけどさなるほどね。どうやらその子が爆弾だったわけだ。ローゼンベルク工房の人形がしまわれているトランク、もしこのまま会場に運ばれてその蓋が開かれていたら。なるほど。ロイドって言うんだ。ロイド、ロイド。いい名前だね。どうも。で、そうじゃなくて。キーヤ、他に覚えてることはないか。知ってる人とか、住んでいた場所とか。とにかく君をこのままにはしておけない。一旦ここを出て。いけない。やれやれ、タイムオーバーみたいだね。なっ、バカな侵入者だと。出品物を確かめろ。ワジ、どうやら覚悟を決めた方がいいんじゃない？このままだと確実に連中に捕まることになるよ。わかった。キーヤ、俺たちと一緒に来てくれるか？
君のことは絶対に守るから。よくわかんないけど別にいいよ。キーやライドたちと一緒に行く。いい子だ。二人とも動きやすい格好に戻ってくれ。それと外で待機しているランディたちに連絡を。これよりこの子を連れて議長邸から脱出する。分かったわ。楽しくなってきたじゃないか。